ピンマン事件で犯人が使った子供の声のテープ、私なんです。事件で使われた声は3つ。犯人から新たな挑戦状です。消費者の命を人質、マスコミを翻弄、未解決のまま時効を迎えた。35年経つ今やからこそ、キツネ目の男、深淵から息苦しなって口開く人間がおるかもしらんやろ。事件を予言、ええもん見したるわ。彼が生きていることを願うばかりです。誰の子供の頃の覚えてもない犯罪に関わって、あのテープのせいで一生台無しや。曽根俊也さんですよね。事件は時効やしどうにもならへん。真実を明らかにすることに意義があります。どんな意義ですか。面白おかしく記事にして子供の未来はどうなるんです。もう逃げなくていいんです。絶対絶対夢叶える。のぞみ生きてますよね、曽根さんみたいに。大丈夫やったら本当に逃げん。お前、罪の意識を抱くべきはあなたじゃない。本当の罪人を引きずり出します。俺の声を取ったのは誰？